はい、皆さんこんにちは、ひこです。それでは今回なんですけども、速報7月の PayPay はランチやスーパー、最大1000円相当のボーナスということで、今回は速報ということで急遽動画を作りました。なんとですね、お題の通り PayPay の7月のキャンペーンが発表されたので、そちらについて解説をしていこうと思います。それではまず概要からなんですけども、公式ページから引っ張ってきました。7月は飲食店やスーパーマーケットを対象として実施し、ランチの時間帯に PayPay で支払うと最大 20% のボーナスが戻ってきます。また、対象店舗での支払いごとに実施される最大1000円相当の PayPay ボーナスが戻ってくる PayPay チャンスの当選確率がソフトバンクまたは Y モバイルのスマートフォンユーザー並びに Yahoo プレミアム会員なら10回に1回にアップします。通常は20回に1回ということで、7月は PayPay でお得なランチをお楽しみくださいということですね。詳細は今からお伝えします。まず期間なんですけども、7月の1日から7月の31日ということで、今回気をつけてほしいのは時間帯が決まってます。時間帯が午前の11時から午後2時までとなってます。14時ということですね。で、対象店舗なんですけども、飲食店またはスーパーマーケットとして登録されている PayPay の加盟店ということで、対象の加盟店の詳細は別途お知らせしますとのことなので、まだ特に発表はされてなかったです。で、今回のキャンペーンの内容なんですけども、ちょっと先ほどもお伝えしたように、PayPay ならキャンペーン開催期間中、いつでも戻ってくるということで、対象加盟店でのキャンペーン開催期間中における PayPay による支払いで、支払い額の最大 10% が戻ってきて、さらにソフトバンクまたは iMobile のスマートフォンユーザー、あとは Yahoo プレミアム会員なら支払い額の最大 20% が PayPay ボーナスとして戻ってくるということですね。付与の上限は下に書いてある通りの内容となってます。で、今回も PayPay チャンスもあるということで、お買い物ごとに抽選で当たる PayPay チャンスの当選確率アップということで、ソフトバンクまたは i モバイルのスマートフォンユーザーまたは Yahoo プレミアム会員なら対象加盟店で対象期間中における PayPay による支払いで通常20回に1回の確率で当たる PayPay チャンスの当選確率が10回に1回にアップということですね。ちなみにそれは5000円未満の PayPay 決済が対象となっております。7月はランチ以外でもソフトバンクや y モバイルなどのショップで買い物をするときでも PayPay のキャンペーンをやってるということですね。まあなので、スマートフォンの充電器とかケースとか、アクセサリーなどですね、そういったものを購入するときもいいんではないのかなと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今はもう6月のキャンペーンの真っ最中ということなんですけども、結構早い段階で発表されたので、かなりワクワクしますよね。詳細の店舗などに関してはまだ後日発表されると思いますので、また情報が入り次第すぐに動画にしたいと思います。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。